はい。それではお時間になりましたので、ウェブセミナー始めていきたいと思います。タイトルがちょっと長いんですが、実践カスタマーエクスペリエンス向上のためのアプリ開発前編ということで、1時間ですね、お時間いただきまして、お話しさせていただければと思います。私、salesforce.com で、デベロッパーエヴァンジェリストをしております、岡本と申します。Twitter はですね、アットマークみつひろというハンドル名というかツイッター ID でやっておりますので、まあ、ぜひこちらもフォローしていただければと思います。で、本日のウェブセミナーですが、まあ、本日のウェブセミナーに関わらずですが、Salesforce の機能というのはですね、まあ、デベロッパープレビューとか、開発者向けのそういったパイロット機能というものをご提供する、もしくは説明する場合があります。で、そういったものはですね、実際に製品を買う、もしくは実案件に使うという場合には、まだ使えるものではないので、現在提供されている機能をもとに購入は検討してください。もしくは、まあ、セールソースの株を買う場合ですね、将来性を買って株を買っていただけるというような場合でもですね、現在提供されている機能でありサービスを元に評価してくださいというような免責事項となっております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。で、こちらのウェブセミナーは、録画を今しております。なので、もしですね、聞き取れなかったとかですね、途中で聞けなくなってしまった等々ありましたら、お申し込みをいただいたページ、もしくは、YouTube、Salesforce Developers Japan というふうな YouTube のユーザー、チャンネルがありますので、まあ、そちらに随時アップロードされていきますので、まあ、そちらを見ていただければと思います。で、それに加えてですね、まあ、Salesforce Developer、公式といいますか、Salesforce Developer Relation のチームでやっている Twitter アカウント、Salesforce Dev JP というような Twitter アカウントであったり、まあ、Facebook ページ、オフィシャルなものがありますので、まあ、もしよろしければですね、こちらも、フォロー、ライク等々していただければと思います。では早速内容に入っていきますが、今回のこのウェブセミナーはですね、カスタマーエクスペリエンス向上のためというふうに、まあ、タイトルついてますが、ドリームハウスというふうなアプリケーションを、まあ、題材に取りまして、その中で使われている、まあ、テクノロジーであったりだとかですね、Tips、そういったものをお話ししていく、そういった構成になっております。で、ドリームハウスというこのアプリケーションは何かというところですが、これは2016年、まあ、現在におけるですね、ペットストアのアプリケーションというふうに思っていただければと思います。ペットストア、これは Java とかをですね、やられてた方は、非常に懐かしいものかと思いますが、まあ、例えばですね、EJB をどう使うかとかですね、Web アプリケーションコンテナをどう使うかというようなリファレンスのとなるサンプルアプリケーションとしてペットストアというものがありましたが、Salesforce、まあ、もともと CRM がついてますので、まあ、それでも機能はいろいろ見れるんですが、じゃあこのプラットフォームの機能を使った場合に、どういうふうなアプリケーションが作れるのか、というものをソースコードも含めて提供したい。まあ、もしくは受け取りたい。というふうな場合にですね、このドリームハウスを使うというふうなイメージで考えていただければと思います。で、提供され始めたのはですね、結構前なんですが、随時バージョンアップしています。で、デザインなんかも変わったりしていて、この www.dreamhouseappjp.io に行きますと、まあ、日本語のドリームハウスのサンプルアプリケーションがありますので、このウェビナー行かれている方でですね、まだ触ってないとかインストールしたことない、見たことないという方はですね、ぜひこちらに行っていただいてアプリケーションインストールしていただければと思います。で、実際にですね、まあ、見に行くとどういった、ものが提供されているかというところなんですが、まあ、まず最初に行っていただいて、ちょっとユーザーエクスペリエンス的にいまいちなところはあるんですが、まず最初にですね、このインストールというところに行っていただくと、必要なパッケージのインストールの手順等々が出ています。
で、この非管理パッケージを4番のところでインストールするんですが、随時バージョンアップをしていて、今朝ですね、バージョン1.9にアップデートしましたので、まあ、すでにインストールしている方もですね、今回ご紹介する、例えばユーティリティバーとかですね、あといくつかコンポーネント追加していますので、まあ、そういったものを見たいという方はですね、インストールし直していただければと思います。で、インストールしたり、まあ、ヘロクを使ったり様々なテクノロジーがこのサンプルアプリケーションの中で、並べられているんですが、まあ、例えば、force.com を使った開発センサー性の向上であったり、モバイルアプリケーションをどういうふうにセールスソースのテクノロジーで作っていくか、さらには、ボットや IoT といった、まあ、別のシステムですね。言うなれば、Facebook というシステム、Alexa という Amazon のシステム、Slack であったりだとか、そういったものとつなぐ。さらには、まあ、機械学習をどう絡めていくか、というようなところでですね、まあ、単元に分かれて、トピックがありますので、まあ、こちらを、見ていっていただければと思います。で、こちらのウェブセミナー、前編と後編に分かれておりますが、位置づけとしましては、この前編は、まあ、まずこのドリームハウス、というアプリケーションの中身を、まあ、こう、ウォークスルーするというところと、あとはライトニングコンポーネントに少し、フォーカスしまして、コンポーネント思考で開発をしていく。そうすると何がいいことがあるか、で、実際にどういうことをやっているかっていうところを見ていきたいと思います。で、2週間後ですかね、に後編がありますが、この後編の方ではですね、このライトニングで作ったアプリケーションの外ですね、例えば Facebook メッセンジャーとつなぐであったりとかですね、アインシュタイン、まあ、いわゆる機械学習とつなぐといったような、まあ、インテグレーション。まあ、そういった部分の、実装について少し中身を深く見ていきたいと思います。では、まあ、今回は前編ですので、このドリームハウスの概要とコンポーネント思考開発というところを見ていきます。まず、このドリームハウスというアプリケーションをインストールしていただきますと、まあ、いろいろ見ることができるんですが、随所にですね、ライトニングコンポーネントを使ってアプリケーションがデザインされているというところが、確認いただけるかと思います。実際に、インストールした組織がこちらにあるんですが、アプリケーション、インストールしますと、インストールする前にですね、ドメイン、私のドメインというマイドメインの機能とロッカーサービスを無効にするという手順が環境によって必要になりますので、インストールで失敗するという方はですね、大抵マイドメインを有効にしてないケースがほとんどですので、マイドメインを有効にしてインストールしてください。インストールが終わりますと、この左側のアプリケーションランチャーにドリームハウスというふうなアプリケーションが出てきます。で、こちらに基本的に必要な機能は、まあ、デモンストレーションの機能は入っていまして、まあ、まず最初に使うためにですね、まあ、データの初期化という、これはビジュアルフォースで作られたコンポーネントです。あ、コンポーネントというかページですね。がありますので、まあ、そちらからサンプルデータで初期化というふうにクリックしていただきますと、物件と担当者と、まあ、ケースの削除等々が行われます。実際に、その後トリガーでケースは新規で作られているんですが、まあ、データの初期化ができますので、それですぐに今私が見ている環境と同じものが構築できます。で、まず見ていただきたいのはですね、まあ、物件というこの、データベースが一件ありまして、この物件というデータベースの詳細ページ。例えば、六本木一丁目10番というふうな物件データを見に行きますと、まあ、いくつかのコンポーネントが並んでいるというようなことが確認できるかと思います。で、まあ、ドリームハウスというふうに名前がついているぐらいですので、これは不動産屋さんが物件を、まあ、管理するためのその物件、データベース。そして、その物件を担当している担当者の方の、まあ、データベース。で、まあ、あとはそれを、まあ、業務を円滑にするために、セールスソースの標準 UI ではないライトニングで作られたライトニング、ページというふうな構成で、まあ、作られています。で、見ていただいてわかる通り、標準の画面ではなくて、まあ、ライトニングアプリケーションビルダーによってカスタマイズされた画面です。少しライトニングアプリケーションビルダーのビューを見てみますと、
まあ、かなりたくさんのコンポーネントが、入っていることが確認できます。で、まあ、例えばですね、この地図というコンポーネント、物件地図というコンポーネントであったり、スマートフォームというコンポーネントであったり、まあ、住宅ローン計算機というコンポーネントが左側に並んでいて、まあ、こちらは標準コンポーネントですね。で、この物件ステータスというのも、これは、このスライダーのようなものは、スライダーというか、パスですね。セールスパスというふうに呼ばれていた機能ですが、これは商談にしかデフォルトだと現状ついていませんので、これもカスタムのコンポーネントとして作っています。このようにコンポーネントが並んでいるということが確認できるかと思います。で、ここで、まあ、例えば、今、これ六本木10丁目の、物件を見ていますので、まあ、このように、六本木10丁目に地図がきちんと行っている、ということが確認できますし、これは、この六本木10丁目というデータが持っているロケーションから、この地図コンポーネントがデータを取っているというところですね。で、同じような画面なんですが、例えば、物件エクスプローラー、というコンポーネントが、ページが、ライトニングページがあります。で、こちらは標準のページではなくて完全にカスタマイズしたライトニングのページなわけですが、先ほどの物件の地図というコンポーネントはここに再利用されています。で、これは、まあ、左側のペインから選択をすると右側が、反映されるというものですが、まあ、こちらのコンポーネントは先ほどのタブと同じなので、この右上のマーク、押せば最大化されるんだなっていうふうな経験が生きてくるわけですね。いわゆる同じコンポーネントがですね、複数の場所で使われることによって、ユーザーエクスペリエンスという観点では、まあその、すでに学んだものがあるので、ユーザーは新たにその画面を勉強する必要はないということで、コンポーネント単位でこう再利用性が高まり、かつ、開発センサーでも高まっていくというふうな、ことがこのコンポーネントがする大きな特徴です。ということで、まあ、このコンポーネントによる UI 設計というものが、このユーザーエクスペリエンスを向上しつつ、開発生産性を高めるという上でキーになるということですね。少しスライドにしてみますと、まあ、やはりですね、最初に申し上げましたコンポーネント、そしてデザインですね。コンポーネントのデザイン。もしかその、単純にユーザーエクスペリエンスデザインという観点でもそうですけども、なるべく再利用することによって、ユーザーは過去に触ったコンポーネントに関しては学習をしなくていいので、ユーザーの学習コストが減る。まあ、イコールユーザーエクスペリエンスとして、まあ、その初期の利用の障壁が減る。というふうな利点があります。で、ここには、書いていませんが、まあ、セールスソースのライトニングデザインシステムというのはですね、基本的にユーザーエクスペリエンスをコールされた形で、アイテムが配置され、その色味であったりだとかですね、そういったものがコールされていますので、ライトニングデザインシステムを利用するということ自体も、まあ、この UX デザインに、優れたアプリケーションを作るコツというふうになります。そして、まあ、先ほどあるコンポーネントをクリックすると別のコンポーネントが、まあ、例えば物件を選ぶと地図がというふうな動きをしましたが、コンポーネント間というのは独立しつつ、まあ、相互に通信をしている。ということで、まあ、コンポーネント指向にすることによってですね、インタラクティブなコンテンツを提供しやすくなるという利点があります。もちろんですね、コンポーネント化しなくても、インタラクティブなコンテンツというのは、まあ、JavaScript でガシガシ作っていけば、実現可能なわけですが、やはり独立させて、そのコンポーネントの、まあ、役割は何なのか、ということであったりだとか、そのコンポーネントが受け取るメッセージ、もしくは、送出するメッセージは何なのか、ということを明確に定義した方が、コンポーネントの、まあ、独立性ももちろん高まりますし、そのコンポーネントのインタラクティブ、どこをインタラクティブにすればいいのかというふうな定義も明確になってきますので、コンポーネント指向にすることで、まあ、ここら辺も利点を得られるんじゃないかなと思います。そして、まあ、これはライトニングコンポーネントの柔軟性というふうな位置づけになると思いますが、ライトニングコンポーネントというのはコンフィグレーションによってカスタマイズが可能
という大きな特徴があります。アプリケーションビルダーから設定を行える。通常の HTML5 のコンポーネントであったりだとかですね、React、Angular といったようなものもコンポーネント指向の JavaScript フレームワークですが、基本はエンジニアがコンフィグレーションするところまでしか想定されていませんが、ライトニングコンポーネントの場合には、コンフィグレーションをするというところがフレームワークに組み込まれていますので、使う側ですね。使う側の、ユーザーエクスペリエンスという観点では、コードを書かずにコンポーネント自体の挙動を変えられる、カスタマイズできるという観点は非常に大きいと思います。では、コンポーネント化することによって、開発生産性が、ユーザーエクスペリエンスの向上が望めるというところは、先ほどの画面を少し見ていただいたりだとかですね、今の説明でお分かりいただけたかと思いますが、では肝心の開発生産性というところはどうでしょうか。ライトニングアプリケーションを作る、ライトニングコンポーネントを作るという場合に必要になるものというのはですね、まず、やはりライトニングコンポーネント自体のコーディングが必要になるわけですが、これ自体もですね、なかなかどうしてエンジニアリングの方は大変だったりするわけですね。コンポーネントの HTML を作り、コントローラー、場合によってヘルパーの JavaScript で、挙動を書き、そしてスタイルシートを、定義し、ドキュメンテーション、必要であれば、ドキュメンテーション、オーラドックに出てくるドキュメンテーションを書かなければならない。そして、レンダリングのフェーズに何か、特殊な挙動が必要であれば、このレンダラーのフェーズに、やはりスクリプトで何かを書く。さらには、設定画面。ライトニングアプリケーションビルダーの画面からどういうふうに設定をさせるのかというふうなデザイン設定。そしてその画面のアイコン。非常にたくさんのことを書かなければなりません。これはですね、ある程度軽減できるところではありますが、やはりですね、コンポーネント化するというのはそんなに簡単じゃないわけです。で、さらにはサーバサイド側の処理も必要になってきます。ライトニングコンポーネントというのはあくまでクライアント側のフレームワークですので、サーバ側には APEX が必要になります。で、APEX にはですね、フィールドレベルセキュリティを、遵守しないというふうな仕様がありますので、このフィールドレベルセキュリティを自分で、チェックして、そしてクラウドのパーミッションに、合わせて、そしてカスタムエンドポイントを必要であれば作って。もしくは、オーライネーブルのアノテーションをつけた、メソッドをライトニングコンポーネントから呼び出すと。いうふうな、このクライアントサイド、サーバーサイド、双方にそれぞれたくさんの処理が必要になります。で、加えて、サーバーサイドコントローラーとクライアントサイドコントローラーという2つの概念があるので、今までいわゆるストラッツとかに代表されていたような、MVC モデルでアプリケーションを作っていた。ビジュアルフォースもそうですが、そういった方にはかなり、混乱が、起き得る。というふうなこともあるかと思います。で、そこで、この UX、ユーザーエクスペリエンスを向上するにはコンポーネント開発が必要だ。ただコンポーネントの開発をもう少し楽をしたいというふうなところで、このドリームハウスのアプリケーションで実際に使われている Tips、を、ご紹介したいと思います。で、まず一つはですね、ライトニングコンポーネント自体の、単体の開発効率を高めるために、ライトニングのベースコンポーネントとデータサービスと言われるですね、Winter17 で出た機能を利用しています。そして二つ目に、コンポーネントの独立性を保つということで、イベント間の通信ですね。こちらもいくつか工夫を持ってやって、各コンポーネントが独立性を保てるようにしています。さらには、コンポーネントの活用箇所を広げるということで、単なるページではなくて、カスタムアクションであったり、先ほど下の方に実は見えていましたが、ユーティリティバーのようなところにコンポーネントを配置するというようなことをやっています。今日はですね、これを見ていきたいと思います。で、まずですね、コンポーネント開発の、生産性を上げるという観点で、ライトニングベースコンポーネントというものをうまく使っていただけると、早く開発ができるかと思います。で、これは何かと言いますと、今までのライトニングでも UI 名前空間、UI コロンインプットとかですね、
UI コロンボタンとかですね。UI 名前空間に、いわゆる HTML のインプットタグであったりだとか、ボタンタグに近いような軽量のコンポーネントは提供していたんですが、このベースコンポーネントの大きな特徴は、こっそり編集したのがバレましたが、シンプルなコンポーネント集でありながら、バリデーションであったりだとか、そのバリデーションにエラーが起きた時のカスタムメッセージ、そういったものを定義できる。まあ、それだけでなく、セールソースライトニングデザインシステム。まあ、いわゆる勝手に CSS が当たって、特に難しいことを書かなくても、CSS をほとんど書かなくても、まあ、場合によっては全く書かなくても、綺麗なユーザーインターフェースが出る。ユーザーエクスペリエンスがコールされた形でレイアウトも調整してくれるというのがこのライトニングベースコンポーネントです。で、例えばですね、まあ、簡単なフォームの例として、ライトニングのインプットが声、明、メールで保存というふうになっていたとしても、ちゃんと綺麗な画面が出るようになっています。例えばですね、まあ、この先ほどの物件というライトニングの、ディテールページがありますが、ここに一つ作っておいたコンポーネントをドラッグ&ドロップします。失礼、こっちじゃなかったですね。こちらでした。今、UX ウェビナーコアというコンポーネントを一つ置きました。で、そうしますと、まあ、このように、声、明、メールというふうな形で、フォーカスされた時に淡い青色で囲まれているとか、まあ、ライトニングデザインシステムがやっていることですね。そういった形で、この標準画面に馴染んだ UI が出てきていますが、このソースコードというのは先ほどサンプルでお見せしましたものとほぼ同じです。UX ウェビナーコアというコンポーネントでしたので、こちらですね。このコンポーネントを、開いてますね。失礼しました。開いてない。どこだ。もう一回開きましょう。こちらが実際のコンポーネントのソースコードです。見ていただいてわかる通り、ライトニングインプット、ラベル、性というふうに書いてるだけです。実際はですね、バリューを使って、まあ、コントローラーと、バインドしなければいけませんが、今回は、まあ、この UI をどういうふうに表示するかという観点だけなので、まあ、このように書いています。で、ここでパターンというふうな、例えば、アトリビュートがありますので、そこに、何文字か、アットマーク、1文字以上、ドット何文字か。というふうな、まあ、正規表現を書いて、で、メールアドレス形式必須ですというふうなことを書いてあったりするわけですね。で、まあ、そうしますと、まあ、当然ここら辺は必須なので、入力しないとエラーになるとは思いますが、ここを入力しているときにですね、なんとか、アットマーク、なんとか、ドットコム。とすると OK とかですね。で、この下に出ていたカスタムのメッセージですね。この項目を入力してくださいとか、メールアドレス形式必須です。というようなものも、このようにカスタマイズができるようになっています。で、見ていただいてわかる通り、スタイルは一個も作ってませんので、本当にこれだけで、この、いわゆるリクワイアードの場合の、星マークであったりだとか、このウィルスをきちんと調整してくれるだとか、角丸にして、ちょっと淡く色をつけてくれるだとかですね。保存ボタンもこのように
白抜きのボタンにしてくれるとかですね。そういったことは全部やってくれるようになっています。なので、このライトニングのベースコンポーネントを使っていただくと、非常に簡単にですね、いい UI が作れるようになりますので、ぜひこちらを活用してみていただければと思います。実際に、ね、このドリームファーストのアプリケーションの中でも、まあ、複雑なところでは、自分で作っていますが、要所要所にですね、例えばボタンとかですね、ライトニングのこの、ベースコンポーネント使われていますので、ぜひこれをですね、皆さんも使って開発すると非常に早くアプリケーションを作れるかなと思います。で、先ほどこれ、スライドをご紹介した例ですね、リクワイアードとか、パターンとかですね、あとは実際の今画面では、パターンにマッチしなかった際のエラーメッセージとかも定義しておりましたが、まあ、そういうようなことができるようになっています。ではですね、まあ、UI はそのような感じで、比較的簡単に作れるというふうなコンポーネントが出てきましたが、サーバーサイドの処理どうするかというところですね。今までだと APEX で、サーバーサイドの処理を書いてというふうなことをやっていましたが、まあ、これからですね、特に先ほどのレコードのディテールページみたいなところ、ああいったところはですね、ライトニングデータサービスというものが出ましたので、APEX を書かなくてよくなります。で、ライトニングデータサービスというのは現状デベロッパープレビューなんですが、非常に便利なものなので、ぜひ触ってみていただければと思いますが、ライトニングのための、データアクセス方法で、APEX がまずいらないし、まあ、SOQL もいりません。で、JavaScript も、まあ、編集モードで保存する際とかに必要なんですが、コンポーネントのインスタンスを取ってきて、セーブレコードとか、メソッド1個呼ぶだけなので非常に簡単です。で、共有ルールであったり、フィールドレベルセキュリティ、そういったようなものもすべてこのライトニングデータサービスが中でやってくれますので、APEX で一生懸命ですね、カラムにアクセス権限があるかどうかというチェックロジックを書いていた方はですね、そういったものは必要なくなります。で、さらにですね、まあ、この共有レコードキャッシュというものがありまして、まあ、ここが非常に面白いかなというところです。これ何かと言いますと、この Winter 17が出る前のドリームハウスのアプリケーションというのはですね、まあ、物件のステータスと物件の地図と住宅ローンの計算機というのが、それぞれプロパティを取ってきた。で、まあ、ゲットプロパティというふうにすることで、プロパティコントローラー、これ APEX クラスですね。APEX クラスのゲットプロパティを呼んでデータを取ってくるということをやってたわけですね。実際に、まあ、例えばこの画面だと、ここで公開中とステータスを取るコンポーネント。さらには、ここで住所を取るために、コンポーネント、それぞれが、コンポーネントが、別々で物件データを取りに行ってたというふうなことがあります。で、この住宅ローン計算機というのもですね、この元本というところが金額が必要になりますので、この金額を取るために画面上で通信をしているのではなくて、それぞれがサーバーサイドに取りに行っていたというふうな状態でした。で、この方式の課題としましては、まあ、同じレコードを参照するのにサーバーへ複数回コールするのというのはパフォーマンス上よろしくないというのがあります。で、さらには、まあ、サーバーサイドに APEX があり、クライアントサイドにもコントローラーがあり、そして APEX のコントローラーの中には、いわゆるクラッド及びフィールドレベルセキュリティへの、まあ、チェックロジックというものが含まれていますので、まあ、無駄が多いし複雑だったということですね。そして、もう一つ挙げられるのが、UI の矛盾というふうにありますが、それぞれのコンポーネントが実際にそのデータ、まあ、例えばこの場合だと物件のデータのコピー、まあ、実際にはその JavaScript の、オブジェクトとしてコンポーネントがそれを持っているわけですが、同じデータを参照しているのにもかかわらずですね、それぞれが自分のデータのコピーを持っていましたので、一つのコンポーネントがデータを変更したとしても、まあ、他のコンポーネントに、こう、明示的に更新したよとかっていうふうなことをやらないと反映がされなかったというふうな問題があります。
て、ライトニングデータサービスを導入しました。ライトニングデータサービスを使った場合には、セールスソースのクラウド側との通信というのは、ライトニングデータサービスが担保します。ですので、クライアントのそれぞれのコンポーネントというのは、このライトニングデータサービスが、コントロールしている共有レコードキャッシュ、1回だけサーバーから取ってきて、ライトニングデータサービスが管理しているオブジェクトに対してそれぞれがアクセスをする。同じ実際のレコードのコピーに対してアクセスするというふうな構成になります。ですので、まあ、もちろん効率もいいですし、他のコンポーネントから更新された際に、それを即座に別のコンポーネントが、まあ、ウォッチして反映させるというようなことが可能になるわけです。で、まあ、実際のコードの例として、例えばですね、まあ、これは、物件のステータスですね、を取っているコードの例なんですけども、実際に画面で見ましょうか。この物件のステータス、ここですね。契約済みとか、掲載準備とか、掲載中、契約して販売終了というふうになりますが、このステータスを取るコンポーネントのコードっていうのをちょっと別口で書いてあるのが先ほどのサンプルコードです。この入力のコンポーネント一回消して、別のコンポーネントを置いてみましょう。そうしますと、まあ、このコンポーネント公開中というふうなステータスになっていますが、例えばこの公開中を、じゃあ、契約中というふうに変えた場合、ここにもステータスが出ていますし、まあ、ここにもそのステータスがある。それぞれこれ別のコンポーネントです。保存というふうにしますと、まあ、このように契約中というふうにステータスが変わります。もちろんここからですね、このテキストを掲載準備とかに変えて保存をしても、このようにすぐ変わります。これはなぜ、このようにすぐ変わるかというとですね、このコンポーネントが、まあ、更新しに行っているデータと、これらのコンポーネントが見ているデータというのが同じだからですね。同じ JavaScript のオブジェクトを見ているから、すぐに更新が反映されるというふうなことが起きているわけです。実際にコードを見てみましょう。失礼。ライトニングコンポーネントですね。すみません。ご質問で、マウスのポインターを指し示す場合はタイムラグをがありますので、ちょっと見づらいですというふうなご指摘をいただきました。ありがとうございます。ラグ自体は、私が喋ってるのと、声と画面のラグがないと思ってるんですけど、声と画面のラグが出てしまってるということですかね。もし声と画面のラグが非常に大きいという方はですね、一旦消して入り直すと改善するかもしれませんが、もしよろしくならないっていうような場合にはですね、ちょっとご了承いただければと思います。すいません。なるべく、わかりづらくないように説明していきますので、よろしくお願いいたします。で、話を戻しまして、この UI、UX ウェビナーというコンポーネントですね。先ほどのここにあったコンポーネントのコードを少し見てみますが、なるほどね。マウスをあまりたくさん動かすとパラパラアニメのように動いてしまうということですね。はい。ありがとうございます。気をつけますね。こちらが実際のコードになります。で、見ていただきますと、ここ、フォースのレコードプレビューというふうなコードがありますが、これが、このライトニングデータサービスです。で、実際は、現在はデベロッパープレビューですので、プレビューというふうな文字がついています。実際のリリースでは、このプレビューという文字は外れる。なので、まあ、現在書いたコードがそのまま100%コンパティビリティがあるというわけではないというところは注意が必要です。
ただ、見ていただいてわかる通り、ステータスに、プロパティのステータスを入力している。で、それを、まあ、保存する。というふうなシンプルなコードで、で、保存時には、オンセーブクリック度というふうになっています。画面と対比させてみましょうか。ステータスとして、掲載準備というふうに、ここにコードがありますが、それを保存というふうに押す。この2行が、ここに書いてあるだけですね。で、さらにコントローラーの方を見てみますが、コントローラーの方に書いてあるのも非常にシンプルです。例えば、オンセーブクリック度。先ほどの保存というボタンを押したときに、呼び出される JavaScript ですが、プロパティサービスというコンポーネントをファインドしてきて、セーブレコードを呼び出しているだけです。で、このプロパティサービスというコンポーネントが先ほどのライトニングデータサービスなわけですが、オーラー ID として、まず自分のサービス名を定義します。で、レコード ID が、まあ、どの変数なのかということで、上に設定しているオーラーアトリビュートの、オーラー ID、レコード ID を使うよということであったりだとかですね。あとは、ターゲットとなるオブジェクト。実際にその、じゃこのレコード ID から取ってくるプロパティデータはどこに入りますかということで、この物件データは、このプロパティに入る。まあ、物件型のデータベースなので、ここに、の変数に入ってきますよ。で、取ってくるフィールドは何ですかということで、まあ、今回ステータスしか見ませんので、ID とステータス。まあ、関目切りでいろいろなものを取ってくることができます。で、さらには、まあ、編集モード。モードということで、編集をするとかですね。モードを選ぶことができまして、そして、レコードがアップデートされた場合には、ということで、これは逆にですね、まあ、このファンクションを別でアップデートされた場合には呼んでねというふうな設定になります。で、今度はこの onRecordUpdated というところの JavaScript を見ますと、こちらはイベントが、まあ、この Lightning コンポーネントのコントローラーは引数として入ってきますので、そのイベントのチェンジタイプがチェンジドになっていたら、リロードレコードというものを呼び出すだけ。そうすることによって、この Lightning データサービスが、共有データキャッシュから、最新のステータスを読み込んでくれる。これだけです。サーバーサイドには何も書いてません。まあ、このような書き方をすることによって、例えば契約中というふうに変えただけでこちらも変わりますし、販売終了に変えれば変わる。もちろん、ここも変わってますね。持ってるデータ。掲載準備というふうにすれば変わる。ですが、これらはそれぞれ独立したコンポーネントです。先ほど見ていただいて、アプリケーションビルダーで見ていただいてわかる通り、このコンポーネント。物件ステータスというコンポーネント。そして、これは標準のレイアウト。さらに、この UX ウェビナーというのは、私が先ほど用意したコンポーネント。ということで、全く別のコンポーネントですが、それらは相互に通信し、裏側で共通の、まあ、データのコピーを持っているというふうな動きになります。で、まあ、これが先ほどの、説明したところをスライドで改めて書いているところですね。レコードプレビューというふうなタグを使いますというふうなところです。そして、編集をする場合には、モードをエディットにし、コンポーネントのコントローラーからアクセスしなければいけませんので、オーラ ID をあらかじめ指定します。で、プロパティサービスというものがコンポーネントのコントローラーから扱えるように。ちょっと煩雑にはなりますが、まあ、これだけでサーバーサイドに何も書かずにデータも取ってこれて更新ができるというのは非常に簡単かと思います。で、レコードの保存。JavaScript の方が非常に簡単です。先ほどの名前を付けたコンポーネントを、コンポーネントのファインドメソッドを使って、ファインドファンクションを使って取ってきて、セーブレコードというふうに、呼ぶだけです。逆に編集モードでの、同期というような場合には、今度は、レコードアップデイテッドというふうな、アトリビュートをこのライトニングデータサービスに定義し、そのファンクションの中で、今度はイベントから
チェンジタイプを取ってきて、チェンジタイプがチェンジとなっていたら、リロードする。ここは、まあ、イベントハンドリングの話なんで、実際のライトニングデータサービスとしてはここですね。リロードレコードというふうなものを呼び出せば、まあ、コードがもう一度リロードされるというふうな非常に便利なメソッドを持っています。ということで、まあ、ライトニング、ベースコンポーネントとライトニング、データサービスを利用すればですね、非常にコードの量を減らせますし、ライトニングコンポーネントの開発効率を上げることができるというふうなところがお分かりいただけたかと思います。で、次にですね、まあ、ご紹介したいのが、まあ、このそれぞれのコンポーネントの通信をし合っているというか、まあ、ライトニングデータサービスを通して、それぞれのステータス変更を知っているわけですが、今度はこの物件エクスプローラーのようにですね、何か更新されるわけではなくて、クリックされたというふうな場合ですね。とか、じゃあ価格が変更された。安すぎてなくなっちゃいましたね。こんな感じですね。そういった場合には、まあ、ライトニングというのはイベントというものを提供していまして、例えばこの物件フィルターの場合には、自分で独自に作成した、フィルターイベントを使っているわけですが、これですね、プロパティフィルターチェンジというふうなイベントが、まあ、実行されています。で、ここで、サーチキー、ミンプライス、マックスプライスというふうなイベントが飛んでいてというふうなことをやっています。ここですね。サーチキー、ミンプライス、マックスプライス。で、こういったイベントをですね、まあ、自分で定義していくこともできるんですが、この例えばクリックされたとかですね、こういったイベントはどういうふうに発火しているかというところですが、そちらがですね、ライトニングのアプリケーションイベントがいくつかありますので、そこをうまく使っています。で、これは実装しなくてもですね、このライトニング系の、LTNG 名前空間にあるもの、もしくはフォースというふうな名前空間にあるもの、等々はですね、勝手にプラットフォームがイベントを発火してくれますので、まあ、センドメッセージに関しては少し特殊ですが、オブジェクトがクリックされた、セレクトされたということをですね、このアプリケーションイベントを、まあ、リスンすることによって受け取って、ハンドリングするというようなことをやっています。で、まあ、こちらクリックされたら、セレクトオブジェクトというイベントをハンドリングして、こちらが動いているということですね。実際にクリックされると、このセレクトオブジェクトが飛んできて、こっち出てくるというようなイメージです。で、実際にですね、じゃあこのコード、こちらも見てみますが、まずですね、このプロパティの一覧というのがどういうコンポーネントかというと、プロパティタイルリストというコンポーネントが先ほど並んでいたやつの正体です。で、このコンポーネントが、実際の、ちょっと見づらいですかね。あんまマウスを動かすなっていう話ですが、この全体です。左側3分の2ですね。コンポーネントになりまして、そのコードの中見ていきますと、オールイテレーションということで、まあ、やはりループをしていて、プロパティタイルという子供のコンポーネントが並べられている。まあ、すなわち、このプロパティタイルというのがタイル1個1個のコンポーネントというふうな実装になっています。では、このプロパティタイルというコンポーネント、を見てみましょう。このコンポーネントを見ますと、まあ、このコンポーネントですね。で、レジスターイベントということで、このセレクトオブジェクトという LTNG 名前空間のイベントを、まあ、ここで登録しているというか、まあ、ここで発火するよというような宣言をしています。で、ここで宣言をしているわけですが、まあ、スタイルシート等々はありますが、ここですね。
プロパティがセレクトされたときに、このイベントをファイヤーするというふうな形で使っている。もちろんですね、独自にイベント定義してもいいんですが、このように作っておけばですね、これはすでにプラットフォームでデフォルトであるイベントなので、他のコンポーネントがですね、今どのオブジェクトがクリックされてるんだっていうようなことだったりとか、あとはレコード ID とかはそこに指定することができるので、それを受け取って、別のコンポーネントが処理をしやすいというふうなメリットがあります。なので、アプリケーションごとにスペシフィックなイベントに関しては、自分たちの独自のイベントを、ライトニングイベントを作る。で、例えばこういったオブジェクトが選択されたであったりだとかですね。何かメッセージが送られた。例えば完了しましたとか、エラーが発生しましたとか、そういうようなアプリケーションのデザインに依存しないようなメッセージですね。そういったものに関しては、LTNG センドメッセージであったりとか、LTNG セレクトオブジェクトというものを使ってあげると、余計な、メッセージングの設計であったりとか、イベントの設計をしなくても、このようなクリックされたから動きます。というふうなものが、作れるわけです。で、もちろんですね、本当にたくさん、コンポーネントが増えていった場合に、このセレクトオブジェクトで、セレクトされた際に、セレクトされたものがプロパティであるかどうかっていうのを、この受け取り側見なきゃいけないとかっていうふうなチェックロジックは、複雑なシステム設計の場合には入ってくるかもしれませんが、あくまでここでは標準のイベントによって、このように動いていく。で、他にもですね、物件ダッシュボードみたいなものがありますが、こちらも基本的に考え方は一緒ですね。ある物件ごとにクリックされると、それぞれ全部変わっていく。で、これ、デベロッパービューなんで、Powered by Einstein というふうになってますが、これ実際は中身はですね、あんまりアインシュタインじゃないです。例えば、この左下のトップリードというのは、毎回、斉藤梨沙さんが出てきますが、これは同じ人がただランダムに出てくるだけというふうなイメージです。で、この、例えば、市場に掲載されてからの日数に関してはですね、データを初期化された際にランダムで、市場に掲載されてからの日付を調整してますので、そこで揺らぎが出てくるということですね。ここで、見ていただきたいのはですね、クリックされるごとにイベントが飛んで、それぞれが更新されているという、このコンポーネント間の独立と、それぞれの通信をしているというような事実ですね。こちらが非常に重要だと思いますので、ぜひここ確認していただければと思います。で、あとはですね、3つ目、最後の、トピックになりますが、ライトニングコンポーネントっていうのは、画面に並べるだけではなくて、ボタンから呼び出すであったりとかですね、画面の下にユーティリティとして出しておくというようなこともできるようになっています。で、ボタンを押してというのがクイックアクション。ちょっと右から説明してしまいましたが、ボタンを押してがクイックアクション。そして、画面の下に出すというのがユーティリティバーというふうな、機能になります。で、これはですね、まず、ずっとこの下にありましたが、ここをクリックしますと、コンポーネントが上がってきます。で、この住宅ローン計算機というふうなコンポーネントですが、これは物件ページのこの左側にあったものと同じです。ですが、このドリームハウスというふうなアプリケーションにいる限りは常に住宅ローンは計算できるようにというような形で下に出ています。仮にこのアプリケーションが、じゃあ、コールセンターに移動しましたというふうな場合ですと、消えてなくなります。ユーティリティバーはいなくなりました。ですが、ドリームハウスというふうなページに行きますと、出てきます。というふうなものですね。で、これはどういうふうに作っているのかというところなんですが、これはですね、現状 API でしかアクセスできない、裏設定がありまして、そこで作っています。
で、API でしかアクセスできませんので、ちょっと中の、メタデータですね、を、メイベンズメイトで取ってきたものがありますので、そちらを見ていただきますと、まず、ドリームハウスというアプリケーションのメタデータですが、ユーティリティバーというふうな、項目ですね。が、API バージョン38から使えるようになっています。ここで指定したユーティリティバーが、このアプリケーション、ドリームハウスというアプリケーションの中では使われますというふうな見合いになります。で、このじゃあドリームハウスアプリケーションユーティリティバーって何というところですが、これはフレキシページです。いわゆるライトニングアプリケーションビルダーで作るページなんですが、現状はですね、このフレキシページ、ユーティリティバーのフレキシページも API 経由しか、サブミットできません。で、ここで、ここですね、コンポーネントとして、モーゲージカリキュレーターというコンポーネントを使います。失礼しモーゲージカリキュレーターというものを使いますということであったりだとか、ウィズスとか、スクローラブルかどうか、あとはプリンシパルということで、まあ、元金のデフォルト値等々が設定されています。まあ、8がここにあったり、ちょっと話が前後していますが、というように、このフレキシページでタイプユーティリティバーのフレキシページを1個作り、それをアプリケーションのメタデータとして登録することによって、ここに並べることができます。で、実際にはですね、要はライトニングコンポーネントがここに出てきていますので、まあ、言ってみれば自由にライトニングコンポーネントを下に並べることができるということですね。まずそのページをまたいで常に出ているライトニングコンポーネントを作るのは非常に、まあ、難しかったんですが、こういったようなことができるようになっています。で、実際にはですね、おそらく次のリリースであったりとか、次のリリース、まあ、いつになるかは、お約束できませんが、このアプリケーションマネージャー、まあ、いわゆるアプリケーションのタブを管理するところですね。こちらの編集ページに行きますと、アプリケーションオプションという項目があります。ここには、まあ、OpenCTI を出しますとか、まあ、北米のお客さんだとそのライトニングボイスを出しますとか、そういったようなチェックが出てくるんですが、このユーティリティバーは API 系で設定されており変更できませんというふうに、今は、まあ、UI が変更を、まあ、対応してない状況です。ですが将来的にはここからですね、自由にユーティリティバーを、まあ、GUI で設定し、並べるライトニングコンポーネントを選ぶというふうなことができるようになるかと思います。そして、まあ、もう一つ。この物件ページのカスタムボタンですね。まあ、ここにボタンが並んでいますが、ここに例えばカスタムでボタンを入れたい場合、というときにどうするかというところですね。これが、まあ、クイックアプチョ、アクションになりますね。物件の、ちょっと利用しましょうか。なんか、おかしくなりました。件の、ボタン&、ボタンリンクをアクションか。こちらで、まあ、新規アクションというところ。まあ、すでにですね、作られている方はもう、いろいろここではやってるかと思いますが、まあ、今まではですね、カスタムのビジュアルフォースを使うか標準の画面しか使えませんでしたが、ライトニングコンポーネントが選べます。で、ここで、まあ、例えば、スマートホームというふうな、コンポーネントをセットし、まあ、スマートホームというふうな名前をつけて、保存します。で、まあ、これでですね、この物件の、先ほどのボタンのところにレイアウトができるようになってますので、で、ここら辺がちょっとややこしいんですが、
まだですね、確か、スマートホームというライトニングコンポーネントのボタンは出来上がったんですが、レイアウトに並べるには、この物件のレイアウト、ページレイアウトですね。ここに、このスマートホームというボタンが出来上がってますので、これを、ライトニングエクスペリエンスアクションということで、まあ、置く必要があると。というようなところは注意が必要です。で、ここまでしてあげれば、先ほどの物件のデータを見に行ったときにですね、なんかちょくちょくエラーが出てますが、リロードしました。まあ、ここですね、スマートフォームというふうなボタンが出てきているというようなところが確認できるかと思います。で、実際は、全く動かない。なんだこれが。直りましたね。なんだったんでしょう。こちらクリックしますと、まあ、このような形ですね。ポップアップというか、まあ、モーダルダイアログでライトニングコンポーネントを出すこともできるということですね。なので、まあ、そんなに画面常駐するわけじゃないけども、ある種、これは使いたい。あるときにはこれは使いたいというものはここに出すことができる。当然ライトニングコンポーネントですので、ここに並んでいるもの、置いてあるものをそのまま出したわけですが、このスマートホームというコンポーネント、開発者コンソールでコードを見てみますと、このスマートホーム自体はですね、Mock なんですけども、見ていただきたいのは、コンポーネントの一番上ですね。こちら。ライトニング、フォースライトニングクイックアクションをインプリメントしている。このインプリメントが入っているものに関しては、クイックアクションに設定できる。あと、ウィザウトヘッダーかな？ライトニングクイックアクションウィザウトヘッダーというふうなものもありまして、まあ、その2つをインプリメントしているものに関しては、先ほどのクイックアクションで設定することができる。というようなところがありますので、まあ、このライトニングコンポーネントをうまくユーティリティバーであったりとかクイックアクションで利用することで、またユーザーエクスペリエンスを良くすることができるというふうなところでした。はい。というわけでですね、まあ、お時間になりましたので、話も一通り終わりましたのでまとめになりますが、コンポーネント思考で開発することは、ユーザーエクスペリエンスの向上に非常に役に立ちます。とはいえ、やはりコンポーネント、独立性の高いコンポーネントを開発するのはそこそこ大変です。が、開発生産性を落とすわけには我々はいきませんので、開発生産性を維持しつつ、質の高いユーザーエクスペリエンスを提供することが求められます。で、その時に、じゃあ何をすればいいかっていうところで、ライトニングが提供する、まあ、便利な機能をぜひ活用する。で、そのサンプルとなるのが、まあ、ドリームハウスのアプリケーションだというふうなことになります。ライトニングの、まあ、データサービス。だったり、ライトニングが提供するアプリケーションイベント。そして、ユーティリティバーだったり、クイックアクションのような、ページ外に置くような、新しいライトニングの形。これらをうまく利用して、いいユーザーエクスペリエンスのアプリケーションを提供して、いきましょう。というのが、このウェビナーの内容でした。で、実際にですね、dreamhouseappjp.io から、まあ、今のアプリケーションインストールできますので、試してみていただければと思います。で、この JP を抜きますと、本社が作っている元々のオリジナルのバージョンのものが出てきますが、基本的にはそちらの内容を追従していきます。で、デザインだいぶ変わってますが、デザインも近日アップデートしてですね、まあ、すでに入ってましたが、カフカであったりとかですね、あとはリアクトネイティブのモバイルアプリケーションかな。等々も追加されてましたので、そういったものも随時、上げていきますので、まあ、ぜひですね、継続的にこちら、ウォッチしていただければと思います。というわけで、ウェビナーは以上になります。こちらのウェブセミナー、ご参加いただきましてありがとうございました。後編はですね、また2週間後にありますので、今度は連携系ですね、ドリームハウスのアプリケーションの中身であったり、その設計思想を深く、知りたいという方はですね、ぜひその後編のウェビナーにもご参加いただければと
思います。それでは終わらせていただきます。どうもありがとうございました。